ようございます。おはようございますじゃないかな。こんにちはかな。今日は1月の2日、お正月2日目というのかな。正月2日ですが、こんな風に混雑をしております。今日一般さんがやってるんですね。だいたいいつもお正月2日にやってるイメージがありますが、今日一般さんに来たわけではありませんけど、たまたま大手町の駅に来たらバラクムラモンのところに先日と同様に行列ができていました。本日は山形に向かいます。山形新幹線、こんにちはじゃない、ごめんなさい、最初の挨拶はしたんですね。東京からこの動画始めたんだったら亀山温泉に着きました。車内販売も何もない列車で来ましたから、なんか喉が渇いたなとか思うんですけど、外の寒さで全部なかったことになりました。東京でね、ジョナさんにさっき高島平でジョナさんあるんですけど、そこ行ってきましたんで、特にお腹もそれほどは減っていません。やっぱり寒いね。亀山温泉といえば立ち寄り湯ということで、小さい規模の、ね、温泉、共同温泉っていうの、そういうのがいっぱいあるのが有名ですが、それともう一つ行ってみたいところがあって、あれなんですよね、高層ビルね。あれ何なんだろうってね、前から気になって、なんか一回調べたんだけど忘れちゃったな。これが上山温泉駅ね。赤湯駅とか高畑駅もそうですけど、多分山形新幹線ができるときにこんな風に新しくしたんですよね。いや、ほんと寒いんですよ。大丈夫なんですけど、ちょっとね、あんま何も考えずに、この間秋田行った時何も降ってなかったから雪なんかないのかなと思って、この中これ来てしまったんですが、ちょっと全然違いましたね。これ困りましたよ。滑って怪我をしないかだけは本当に注意していきたいと思います。駅前の光景ですが、このようにいろいろ並んでいます。寒いから早く温泉に入りたいというのが正直な感想なんですが、いろいろこう、商店が並んでてね、温泉街の入り口という感じ。ただまあ温泉というのは湧くところに大体決まりがありますので、ここに湧いてなければね、湧いてるところにこっちが出向かなければなりません。時刻表とか見てるとね、昔から上の山温泉ってひらがなでしたんで、多分昔はねひらがなではなかったと思うんですけど、東根もそうなんですが、さくらんぼ東根と上の山温泉は山形新幹線の中で目立つ駅名なので、ちょっと前から行ってみたいなと興味を引いたわけです。ひらがなにしてもね、議員さんとかがよく自分の名前をひらがなにしてね、立候補されてますけど、まあ、あれもやっぱじゃあ多少意味があるのかなという感じもします。と思ったらね、てっきりこのご立派な駅舎からね、まっすぐこっちの方へ行くと温泉街があるのかなと思ったんですが、逆側のようですね。駅前のところにこんな感じ立派な歩道橋がありますんで、反対側に抜けた、この立派な駅舎のない側に温泉郷が広がっているそうです。でこの上の山温泉ですが、実際には1つの上の山温泉という温泉地があるわけではなくて4つぐらいあったかな。私もあんま詳しくないんですけど、上の山温泉、葉山温泉、他なんだっけな、もう忘れちゃいましたけど、ここ書いてないかな、書いてないね、残念、書いてありませんでしたが、4つぐらいの温泉地をまとめてこの辺り周辺のことを上の山温泉郷と呼んでいます。別府温泉がね、なんですか、なんか例えば寛解寺温泉とかなんかいろいろこうまとまってるのと、でそれからあとは他に例を出すと、箱根が湯本温泉、箱根湯本とか遠野沢とかね、娯楽だね、違うか、そんな感じでこういろいろと温泉地がまとまって一つの箱根と呼ばれているのと同じようなイメージです。これは本当怖いな、失敗するとちょっと滑ると思うんですよね。多分一応歩き方は心得ているつもりですが、とはいってもね、いつも雪国に住んでいるわけではないので、注意をしながら一歩一歩踏みしめて進まないと大変なことになります。今日は1月2日なんでね、次の翼号もやってきました。上山温泉で降りるお客さんも多いようですが、多分一番多いのが山形で、米沢も多いかな。まあ温泉に行くお客さんというよりは、この辺りにお住まいの方が東京などに行かれて帰ってきた、そんな感じですかね。ああ、新幹線混んでるわ。なぜか駅前が一番除雪されてなかったんですけど、この辺は大丈夫です。普通に行けますね。よかったよかった。駅前見た感じはね、普通に住宅街じゃねえって感じなんですけど、多分住宅街エリアみたいなところをこうちょっと抜けていくと温泉地が出てくるんでしょうね。
いやすごいもん見てください。私買わないけどね、こんな自動販売機あるんだとびっくりしました。賞味期限1月25日って書いてありますが、これ卵の自動販売機ね。へえ、産みたて卵100円ですよ。100円入れてちょっと待ってからなんか3秒お待ちくださいとか書いてあるね。これこうやってこう開けると出てくると、昨日の卵は入っておりませんだって。へえ、防犯システム作動中、本当かねえと思うんですが、防犯カメラも一応作動中とか、あ、なんか一応それらしいものがあるな。まあ、これを、これ本当に電力供給してるのかどうか微妙ですけど、へぇー。養鶏場か、これ誰か買ってったんだ。まあ、それなりに需要はあるってことですね。おー、まあ、私ね、ここで、産みたて卵買っても東京まで持って帰るの大変だから、買いませんが。おー、すごい回るね。駅から多分徒歩5分ぐらいのところです。いやと思ったらね、道違ったんですよやっぱり。いやこの地図を見るとね、この上野山温泉の駅舎がここにあるから、だからじゃあ駅舎の反対側なのかなと思うじゃないですか。ところがこの絵はただここに絵が描いてあるだけでして、実際には駅舎はね線路のこっち側にあったらしいんですね。だから交番とかを見て私も気づいたわけですけど、今ねここまで来ちゃったんですよ。まあ、まだここだからねダメージは少ないけど、ああこの寒い中でって感じですよね。あの車が来るからどいてからにしよう。なんか植木鉢屋さんなのかな、陶芸店と、それから靴屋さんと、ここはうなぎ屋さんか、これは呉服店、ずいぶんなレトロな建物が並んでますね。これは、これなんだ、これは学生服屋さんかな、よくわかんないですけど、まあ今やっぱ正月の2日目なんでね、まだ5時前ですが、店は大概閉まっておりますけど、でも何かしらやってるだろう、多分。寒いって言っても高が知れておりまして、ポケットに手突っ込んで歩けばそれほど寒くはありません。まあ、雪が下に凍ってるようなところだとポケットに手突っ込んで歩くのも怖いですが、かなり除雪もしっかりやってくれてますんで、それほど心配いらないでしょう。川を渡ってこの先になんとなく歓楽街のようなものが広がり、その先に上野山城、お城、それを復刻したものがあります。橋を渡って最初のところ、こんな古風な感じですけど、大黒屋さんと読むのかな、そういうところが開いておりました。今の時期はね、開いてるかどうかが重要ですから。あ、これは宝石、時計、メガネ、こういうところもやってんだ。まあ、それはいいとして、お菓子を買ってきました。上野山揚げまんとかね、それからアップルパイとか名物がいろいろあったんで美味しそうだなと思って、アップルパイもなんかいろいろ賞を獲得してみることが書いてありましたよ。ちょっと寒いんですけど、お腹減ったんで揚げまんじゅう早速食べようと思います。これ1個110円、揚げまんじゅうつってもね、浅草の揚げまんじゅうとかとはまた違うな。あ、いい香りだ、あの揚げパンの匂い、うん、うんうん、あのね、あんドーナツみたいな感じかな。まんじゅうとはちょっと違う、うん、とっても美味しいです。タチの悪いバカがパンク競争やってるみたいだな、こんじゃ。で、大通りに出まして見えるあれね、ライトアップバッチリされてますけど、あれが上野山城です。鉄筋コンクリートかなんかで復活させたのかな。多分そんなものすごい大きいお城ではないんですけど、なんかでも高いところに天守があってね、随分よく見えます。山形新幹線に乗ってると上野山城って見えますね。進行方向の左側になります。あと山形新城に向かう場合で、で今いるのがここなわけですが、まっすぐこの道を行けばお城すぐ向こうにあって、お城までのこの何ですか、 X 座標の距離で、お城までの距離の倍ぐらい行ったところに、まあ、こういう風に温泉浴場が集まってるみたいだな。温泉親友通りでいいのかな、わかんないんですけど、こんな感じお城側の上に見えてね、大きいお城ではないけれど、でも街の高いところにあってシンボリックなものが見えます。ちょっとダメだ、やっぱなんか寒いからかわかりませんけどね、いつもの調子で喋れないな。少し温泉に入って温まる必要があるんですけど、まだたどり着きません。あの温泉街の中心みたいな雰囲気の場所、ここがそうなのかわかりませんが、それっぽいところに来ました。ホテル大きいのもねたくさんあって、向こうにもあります。お蕎麦屋さんとかもいろいろあるんですが、やっぱりこれね、営業してて美味しいようなところもすごいいっぱいあるそうなんですけれど、今日はほとんどやってないな、正月ですからね。なんか真っ暗で寂れた温泉街みたいな撮り方になっちゃって申し訳ないんですけど、本当はこの辺のお店もね全営業してるはずですよ。湯量の豊富な上野山温泉、これも多分温泉水を捨てる音でしょう。すぐそこには足湯もあって、今そこで手だけ温めました。お城の見る角度で現在地も皆さんにお伝えしやすいと思いますが、まあ、さっきはお城ね、この後ろ側のところにいたんですが、ちょっとこうぐるっと回ってきて、私の行きたいところは少し違うところにありましたね。もうそろそろ着くはずです。あった、これです。上野山温泉下大湯共同浴場と書いてある、ここに行きたいと思っておりました。ここからもねちょっと見づらいですが、湯気が立ち上っています。この辺りもまた温泉が流れてるみたい。下大湯共同浴場と書いてある、これか、なんか下大湯ってここに書いてありますけど、
これが一番この辺りで古いところなんだそうです。といっても建物がそんなに古いわけではなく最近の作りなんだそうですが、歴史が最も長く400年ほど前からあるということでした。お城が向こうにあって、多分駅から歩いて普通だったら15分ぐらいで着くのかな、それぐらいの距離のところ。すごい公民館みたいな作りですけどね。これか、下大湯公衆浴場と書いてあります。ちょっと車が来ないのを確認して渡り、これだな。入浴料がですね、これ150円なんですが、昔の名残らしいんですけれど、先発料が取られるんですね。先発料100円。その昔水だかお湯だかが貴重な時はですね、お湯で頭を洗う人はその分たくさん使うので、頭を洗う場合には料金が追加でかかるということになったらしいんですね。でそれが現在でもそのまま残っておりまして、お湯を多く使う人は先発料金の100円を徴収される。結構大きいですよね。まあ、しかし私は多分今日どっか泊まるときにそこでシャワー頭ね洗えばいいと思うし、家を出る前にお風呂入ってきたんで、まあ結構多分今私はねだいぶ綺麗だと思います。だからまあ問題ありません。150円と考えれば安いし、しかも小学生、小学生と商人って2つ分かれてるのかそれは分かりませんけど、この子供、つまり小学生よりも幼い幼児については無料なんだそうです。入浴料150円ですが、300円払うと休憩ができるんで、それもお金払って休憩所を使うことにしたんですけど、こんな広いんですね。で利用するのはね私だけで、休憩するのみたいな、すごいびっくりされました。でもお願いしたらというか、じゃあ今からつけるからって言って電気が消えたのをつけてもらってですね、暖房も今つけるっていう話だったんですけど、暖房は部屋が温まる前に多分私が出る方が早いからいいですよって。そんな言うほど寒くないんですけど、てかもう風呂上がりなんの十分温まってるんで、別にそんなね気にすることはないんだけど、でも暖房もつけるよとかいろいろこう気を利かしてくれてね、わざわざ座布団も持ってきてくれて、こたつにスイッチを入れてくれました。もうこれで十分ですね。で温泉の列車が出るまでもうそうそう山形に行っちゃおうと思うんですよ。本当はねここで食事とかして、泊まってこうかなと思ったんですけど、食事するところがもう軒並み閉まってるんで今日も諦めるしかないと。だからじゃあいろいろ物が揃ってる山形の方に行こうかなと思ってたんですが、温泉の列車を待ってる間ちょっとこれだから、アップルパイもありますんでね、これですよ、ね、ここですけど番頭さんみたいな方がね下にいらして、それで左右のところね、こう男よ女よ分かれてるじゃないですか。でそこでこう入浴券みたいなの受け取ったりとかね。で先発の人はどうやって区別するのかなと思ったら、先発札っていうすごいこう長いね、こうなんていうの、おじゃる丸の持ってる尺みたいな感じのこういう札をこれをもらってですね、で髪を洗う人は洗面器にそれを突き刺して、で髪を洗うみたいですね。それ識別にするんでしょう。いや居心地はすごい良すぎましてねまたゆっくり過ぎちゃったんですよね。よくダメだ、もういつもこういうパターンですけど、しっかり除雪がされてますから走ることは容易です。温泉でだいぶ温まりましてね、元気になりましたから、じゃあ浜形行って何か食べるかな。この辺でなんか食べるんだけど、そしたらここで食べて適当な時間の温泉で行きゃいいんだ。上山温泉から山形まではですね15分ぐらいで、新幹線も一駅で乗ることもできますが、そのめちゃくちゃ750円ぐらいね一駅乗るだけで追加しなきゃいけませんので、ちょっとはもったいないと、ね、山形新幹線の10分と普通列車の15分だったら誰だって普通で行くでしょ。これやってんのかな、餃子お好み焼き、やってんのかもしれないけど、余裕だな。ちなみに温泉ですけども、すごいねこれ昔ながらのこういう感じですけど、温泉ですが、中はですね、湯船は大きいんですが洗い場はそれほど広くはなく、洗い場の周りの床にこう腰掛けて、なんていうの、こう洗面器でねお風呂をこう組み出して、それで体を流す、そういうスタイルの、なんていうの、分かりませんけど江戸時代からなんかずっと続いてありそうなスタイルの銭湯って感じですね。お湯は豊富でね、暖かく、ちょっと暑いぐらい、ぬるい湯と暑いぐらいありましたから私にも入れました。これですね、山形行きの乗車券、今上山温泉の駅で途中下車をして、これちゃんと持っていれば追加のお金はかかりませんから。よし、戻ってきたぞ上山の駅で、奥に見えるあれは東北地方最高層のマンションです。あれをご紹介するの忘れてた。流行る足取りを抑えてですね、もう結構凍ってカチカチになってますんで滑っては大変、足をしっかり上げて、もうこれなんかおツルツルだ、いや怖い怖い怖い、全部これ滑りますからね、慎重に。列車に間に合うことよりも大事なものがあるという考えで
安全を重視して歩かなければなりません。こういうザラザラなところの方がまだタッチがいいんだ。山形行きが来るっつったな。よし、間に合ったけど。山形行きの普通列車ワンマンだから後ろはドアが開かないのかな。山形新幹線とこの駅で行き違ってワンマンじゃなかった。ちょっと見えませんけどね、さっき冒頭でご紹介したと思いますが、あのマンションは東北地方最高層のマンションです。それが山形県の上山市にあります。おお、すごいね。南の方がね、雪が昼間も強かったんですが、相当だったようでかなりびっちりついています。ほうきを持った清掃員さん、作業員さんというのかな、いらっしゃいまして、列車について雪を落としている姿が多く見えます。これ多分新庄の方から来た列車だと思うんですけど、どっちもすごいな。やっぱ冬の東北って見応えがありますよね。さて今の時間はね、7時26分です。だからまだ時間は結構あります。帰ろうと思えば今から東京に帰ることもできるんですけど、でも U ターンラッシュだからな。したらね、明日まで山形に滞在することが重要なんで、ちょっと帰るわけにはいかないんですが、どうしようかな。晩ご飯もそうですが、まだね、泊まるところ実は用意してないんですよ。あ、駅直結のホテル安いね。直結で7400円か、まあ素泊まりですけど、東口より徒歩5分。でも結構山形駅周辺ってホテル安いんですね。山形にお金をある程度ですけど、昔よりは持っているという状態でなってから来たのは初めてでしたが、これすごいな。天童なんかダブルで朝の見て4166円、安っ。いろいろ考えたけど、やっぱ朝食がついてるところがいいかと思いますんで、これにしよう。ワシントンホテルが直結で徒歩2分、ペデストリアンデッキ濡れないとか書いてありますね。だから駅とほぼ直結なんでしょう、これも。うん、便利なホテルがいっぱいあるんだね。山形駅の中には商業施設エスパルがありますが、やっぱりそんなに空いてるって感じじゃないな。スターバックスはお正月からやってるけど、なんかやっぱね、山形に来たからそれっぽいもの食べたいなと思ったんですが、ちょっと難しいかもね。それしょうがありませんよ、お正月だから。直結のメトロポリタンとはこれのようですが、ちょっとね、高かったからこれじゃなくていいや。山形駅の中は随分あったかかったんですけど、やっぱり外に出ると寒いのは変わりません。それはそうですよね、さっきだって寒かったんだから。同じような寒さ。でも駅前は結構いろいろお店が開いてるわ。山形駅周辺は都会的なイメージがありますけどね。2キロぐらい国道と離れています。泊まるホテルは逆側だったみたい。駅の裏に見えるこの高い建物が私の泊まる先です。ここは駅の真正面、まあどこに着くかいろいろ考えましたけど、昭和13年創業って書いてある。こんなラーメン屋があるからここにしよう。なんか美味しそうじゃないですか。雰囲気が美味しそうですよね。まずちょっと氷が怖いな、滑りそうですから。富山のブラックラーメン、なんかあれに近いようなちょっと濃い味でしたね。胡椒は入ってなかったからその点は違いましたけどね。お店の入り口のところも随分凍っておりまして、山形市民、山形県民でも随分ツルツルと滑っています。転んでる人もね、さっきもあのエスカレーター登ったところにはいましたし、気を抜くと東北の人でもダメなんですね。私は今のところ今年はまだ滑ってませんけど。なるほど、本当に全く雨に濡れるどころか、山形駅の改札からそのまんま屋根がずっと本当にこのようにほぼ完璧に続いている状態で直結できました。このなんとか花城っていうのかな、山形城のことだと思うんですけど、花城セントラル。あ、なるほどね、この中にホテルがあるみたい。ホテル専用高層エレベーターみたいなのあったんですけど、これかな、専用っぽくなさそうなんですけど、普通になんかいろいろあるの。まあいいや、別に上に行けりゃ問題はない。エレベーターは4台あります。結構すごいね、まあ、やっぱ高層ですからね。駅前のここが一等地なんだろうな、多分。来た来た、まあ、なかなかしっかりしたエレベーター。あれ何階だっけ、いかにか何階か忘れてしまった。ホテルは、うわ、24階ね。はい、一番上です。動いた。なんか無料の展望ロビーがありましたよ。これ山形の夜景か。
真下には奥羽本線、これタダですからね。特に感想はありません。お正月の BGM が鳴ってますけど、この先にフロントがあるんだな。どっちだ、こっちか。今ねフロントでチェックイン済ましたんですけど、このビルの内側にまたエレベーターがあって、24階まで上がってきた後でまたホテルのチェックインを済まして、そのカウンターを過ぎてからホテル専用エレベーターで19階まで降りられると、そういう特殊な構造になっています。だからホテルから1回出るときは24まで上がって、それからまた外を降りていくってことなんですね。ちなみに、6900円で朝食付きと安いわけですが、チェックアウトが12時までらしいんですね。本当サービスには山形ってホテルが安いんですね。あれ部屋もすごい広いっていうほどではないけど、十分ですよ。こんなにあればね、綺麗な部屋だし、もう何も申し上げることございません。あとそう言い忘れてたなと思ったことあったんですけど、あのラーメン屋さんねの中でね、2人だけが今日は出勤ということで、お店のお客さんの人数に対して人は足りていないようです。でもね、お正月にやってくれるだけで大したものなんですよ。若いお兄さんと、それから腰の曲がったね、あのおじいさん、まあ、腰は曲がってるんだけど、でもすごい元気そうな強そうなおじいさんでしたが、その2人でね、あのラーメン屋でなんかやってて、でもう今日は2人でやってるんですいませんとかね、若いお兄さんが言いながらやってましたけど、いやすごい感じが良くて良かったですね。お正月からやってくれるだけもうありがたいですよ。そういう風にこっちからは言っておきました。お、今新庄方面から来た大船の列車が山形駅に来るところかな。どうせだったらね、この東側ではなく南側の部屋が良かったな。そしたらね、山形線大本線の列車が上からもうちょっとよく見えたんですが、まあまあね、西側だったら全く見えなかったから、それに比べれば良かった。で部屋もとても良かったですけど、すごいな、本当こんな高層のねホテルの、まあ部屋自体はそんなに広くはないけれど、でも駅前の一等地でこの値段で泊まれるんだから。じゃあこの動画はもうそろそろ終わりとなりますけど、せっかくなんで最後に買ってきたものですが、ぶどうジュース、他にラフランスジュース、桃ジュース、リンゴジュースがありましたが、日本ともぶどうジュース。そして実はね、さっき高島平のジョナサンを出てからずっと何もし、飲み物を飲んでいなかったことに気づきましたんで、これちょっとまずいと、温泉にも入ったのにね。で、さっきラーメン屋さんで水をもらってきて飲みましたが、それだけだったんで、よし。うん。あ、美味しいわ。ストレート果汁 100%。全部山形産のジュースだそうです。1本210円、まあまあの値段しましたけどね。うん。ストレートブドウジュースってのは美味しいね。山形の有名なブドウは沖様デラウェアっていうのかな、あれですけど、これがそうなのかは分かりません。山形県天童市って書いてあるから、沖様ってのはね、高畑とかあっちの方ですからちょっと違うかな。それからもう一個買ってきましたけど、これね、まあ、そんなに甘いものはいらなかったんですが、これ山形名物ですよ。おしどりミルクセーキ。たまにミルクセーキ、ミルクケーキね。ケーキっていうか、まあ、タブレットみたいなやつなんですけど、牛乳を母として作り上げた優しいミルク菓子ですが、だって、まあ、これはね、ちょっとヨーグルト味があったんで、それを買ってきたんですが、まあ、こういう棒状のものが入っております。そんなに数多くはないけど、まあ、10本ぐらい入ってるのかな。内容量はね、確かそんぐらいだったと思う。9本か。まあ、こういう棒状の、なんとも言えないものなんですが、微妙に美味しくてね、微妙にハマるんですよ。で、1袋210円なので、まあ高くはないと。ヨーグルト味を試すのは初めてですが、ああ、ヨーグルッペの深みを増したような味だ。口を開けたまま食べるってことは普段はしないんですけど、どんな食感かっていうのをね、皆さんにお伝えするためにちょっとやってみました。じゃあ今日はこのぐらいに。ああ、いいね、これすごい広いね、させてもらいたいと思います。いや、山形は低コストで楽しめていいところですよ。さっきの大盛りラーメンはね810円だったかな。まあラーメンは別にそこまでことさら安いって金額じゃないですけど、でもホテル代が安いってないんですよね。山形はアクセスも悪くありませんし、青春18切符の旅とかでもいいんじゃないでしょうか。では、まあ大体こんな感じ。ご視聴ありがとうございました。